コメントしてください。これ逆だ、遠いかな。でもコメントは見えてます、一応。暗いね、なんかすごい変な位置に姉が。どうしよう、こんばんは。遠くないこれ、大丈夫かな。あ、わっ、いいの見つけた。じゃあ縦にしようかな。お危ない、こんな感じ。なんかまあいや暗いけど、ということでフラッシュスペシャル今日発売しました。お、すごいクリスマス仕様になってる、ありがとうございます。じゃあみんな買ってくれましたか。もうすでに、でも買ったよっていう報告結構たくさんしてくれたので嬉しいです。ちょっと暗いな。こんな感じかな。あ、いい感じ。まだ変えてない。じゃあ早速すごい発売前に公開されてたページがあるんですけど、これですね。じゃーん。こんなに大きく載せていただきました、嬉しい。なんかソログラビアはさせていただいたことはあったんですけど、なんかこんなに、なんだろう、いつもと違う大人っぽい感じで撮っていただいたのが、今回は大人っぽい感じで撮っていただきました。なんとこれ何ページだろう、なんと8ページ載せていただきます、いただいてます、嬉しい。こんなにたくさん載せていただけると思わなかったので嬉しいです。これ見せていいのかな、なんかでも見せていいっぽいので、でもこの写真はもう載せられてたので、じゃあ見せますね。扉のページがこんな感じになってます。じゃーん、すごい一面にバンって大きく載せて載ってます。どうでしょう、もう見てくれた人もいると思うんですけど、すごいこんなに一面に。あとなんかすごいインスタがおしゃれすぎると話題でなんか書かれてる、嬉しい。ね、この他のページにもアンケートとかいろいろ話してるので、それも写真もそうだし、アンケートもぜひ読んでみてください。あ、アンケートなんて言うんだろう、アンケートかですね。結構載ってます、アンケートが。アンケート SNS のことだったり、2024年に挑戦したいこととか、あとは
ベストドレッサー賞のこととかインスタグラムのこととか載ってます。はい、皆さんのなんかお気に入りのページとかあったら教えてください。ちなみに私のお気に入りのページは、そう、これはでも結構最近かな、1ヶ月前くらい、そんな経ってないかな。みんなの全部素敵、うわ嬉しい。私のお気に入りの写真は、どれだろうな。あ、でもこれ、この写真はまあチラッとなんですけど、この写真はもともと違う写真があったんですけど、マネージャーさんがこの写真好きって言ってくださって、これの載せるように変えてくださったんですよ。だからそのマネージャーさんのお気に入りというか、いいって言ってくださった写真がもう載ってます。それこもお気に入りです。あとは、あ、見ながら配信見てる、嬉しい。もし買ってくださった方はこの雑誌を見ながら配信ぜひ見てください。私もさっきもうこの直前にこれを見て、まだちゃんとね、アンケートじゃない、インタビューか、インタビューとかまだ読めてないんですけど、あとでじっくり読もうかなと思ってるんですけど、これページは書いてないんだな、ね、マネージャーさんは女の方です。女性のマネージャーさんです。インタビューでした。この日雨が降ってたのかな、雨が降ってたんですよね。私この前の今までやったグラビア、ソログラビアの時も雨が降ってたんですね。私本当に雨女で、グラビア撮影の日は雨が降ります、なぜかね。でもなんとかこの外で撮ったカットもあるんですけど、外で撮るときはなんとか晴れて、もうちょっと寒、すごい寒かったんですけど、なんとか晴れて撮影できました。ね、本当に雨女で大事な時に雨が降ってしまうんですよ。あとはこの一番最初にフラッシュ乗る、フラッシュスペシャルさんのに乗るっていう時に、公開されたこの写真も私が結構お気に入りです。写真集ね、いつか私も写真集出したいなって思ってます。もうすごい、この撮影場所が真っ白のお部屋みたいな感じで、すごいここに住みたいって思いました。めっちゃ綺麗だった。なんかそう、これ撮影終わった後になんと牛タン食べました。最高だった。もう朝早く撮影して終わってからの牛タン、最高、最高でした。まだ買ってない方はぜひ買ってください、ゲットしてください。なんか秋葉原の、そうですね、なんか生写真とかもあるらしいので、
あ、そうです。生写真は4種類あるんですけど、4種類あって、1個目がじゃーん、これです。ツインテールしました。このツインテールの写真は載ってるかな、紙面にも載ってました。ツインテールも紙面に載ってるので、これはわ、これもぜひゲットしてください。まあ、これは何だろう、ランダムなのかな、多分選べないと思うんですけど、ね、ぜひコンプリートできるのかな、ぜひしてみてください。で、2つ目がこれですね、メガネ。メガネのカットです。アオキーさん、お疲れ様です。 ありがとうございました。撮影すごい楽しかったです、本当に。うん、またやりたいなって思いました。あ、このメガネどこのだろう、ちょっとわからないんですけど、メガネ、これが2個目です。ランダムかな、多分ランダムですよね、なかなか選べるところはないかな。で、3個目がすごいアップのアップです。光がこんな感じ。わ、すごいクリスマスになってる、嬉しい、初めて見た。3枚目がこんな感じです。これも結構お気に入りで、最後がこれです。見えるかな、こんな感じ。この中のこの4枚だったら、私のお気に入りはこれかな、これがお気に入りの、お気に入りです。生写真でぜひこれゲットしてみてください。どれが好きでした？みんな。でもツインテールも本当になかなかしないからレアですね。こんな感じ。どれが好きですか？この衣装もなんか水色とか、このパーカーとか、パーカーのワンピースなんですけど、こういうのも着るのもなかなか私服じゃあんまり着ないので珍しいし、ツインテールも撮影でこれ初めてやったんで、今までで撮影で初めてやったので本当に珍しいカット。これはちょっと可愛い目で、可愛い目のカットがこれですね。もうさっきまでレッスンしてたんでちょっと髪の毛ボサボサなんですけど、ごめんなさい。で、これもこれなんかね、この形のこの系統の衣装が何種類かあって、ちょっとね選ばせてもらったんですけど、この色味めっちゃ可愛くないですか？このエメラルドグリーンと薄紫っていうのかな、もう組み合わせが最高すぎて、しかもこのキャミソール、モコモコの可愛いと思って、この衣装もお気に入りです。お気に入り、嬉しい、こんな可愛い衣装着れて。で、その衣装もこれですね。衣装はあまり映ってないんですけど、これもアップなので近め。
いい感じになってます。でこれは私が一番お気に入りですということで、どれが当たっても当たりだと思ってください。はい、嬉しい。やっぱり生写真はみんななんかね、カフェとかに持ってってくれたりしてるのを見てるので、生写真はね嬉しいです。あ、ゲットした人はどれゲットしましたか。すごい、4種類。握手会の時に買いに行く。お、嬉しい。明日明後日かな。ありがとう。アップのやつ、あ、これ、お、すごい、アップゲットしました。衣装はね、衣装も4種類か、4種類なんですけど、やっぱりこの衣装が一番お気に入りです。本当にあの私が好きなキャラクターの色味だなって後で気づいて、それに気づいてからもう気づいてからさらにお気に入りになりました。本当にたまたまだったんだけど、この普通に色味が可愛いなと思って選んで、後から気づいたらその好きなキャラクターの色味でした。嬉しい。そう、そうですね、その紙面とか結構いろんなとこでも言ってるんですけど、これからもさらに私 SNS ちょっと頑張りたいなと思って、もうでも逆にその SNS 頑張ろうと思って、こだわり、もう自分の中でなんです、もう自己満なんですけど、こだわりすぎてなかなか投稿頻度が上げられていない状態なので、ちょっと投稿頻度も上げつつ、もうこだわりつつたくさん上げれるようにできたらいいなと思ってます。なんか質問あればたくさん送ってください。メイク紹介してほしい。お、メイクも紹介したいな、いつか。なんかそっか、フルメイク。お、え、大勢さん、タワーありがとうございます。わー嬉しい、タワーだ。大勢さんありがとうございます。あ、最後のページのお花は、そう、なんかそのお花の色が紫のお花をも、あのすごい、なん、ブーケ、これなんて言うんだろう、お花をぶら下げてるんですけど、その色が紫と白なんですね。それで私のペンライトカラーを知ってくださって、買ってきてくださったんですよね。嬉しい、本当にペンライトカラーで、プレゼントしていただいて、それで指定しました。たまたまじゃなくて本当にね、調べてくださってたのかな。わざわざペンライトカラーを買ってくださいました。あと撮影終わりにすごいケーキをいただいてたくさん食べました。美味しかった。なんかすごいね、なんだろう、すぐ食べないといけないようなケーキでした。ちっちゃい、
前髪のセットの仕方、でも私も前髪のセットの仕方結構あんまり悩んでて、いつも何回もやり直してって感じだから、いつか綺麗にうまくいったら乗せてます。はい、あの撮影前はもうちょっとでも細くなろうと思って、本当にもう気持ち程度なんですけど、もう食べないようにしてました。その朝はちょっとは食べたんですけど、いつもよりいつもみたいに朝からがっつりとか食べないようにしてました。まあ変わったかわからないんですけど。え、コメントしてくださってますか、青木さん。流れていっちゃってる。どこだろう。あ、フラッシュスペシャルの感想。あ、フラッシュスペシャル。これですか。私本当にさっきも言ったんですけど、さっき見てすごいこんな感じでなんかバンって乗せていただけてると思ってなくて、こんなね嬉しいですもん本当に。こんな8ページも一人で載せていただいて嬉しい。このインタビューは後でじっくり読むんですけど、どんなことを書いたんだろう。あ、でもここでもこのキャミソールの衣装が一番お気に入りって言ってます。やっぱりその時もそうでした。そう、これが可愛い。こういう撮影なんて言うんだろう、こう写真の撮影とかすごい私大好きなので、またしたいなって思いました。嬉しいです、一人でこんなに載せていただけるのは。すごい撮影中もなんかね、すごい全然緊張とかそういう感じって全然なくって、うん、このページ、この大好きな衣装がちょっとね、じっくりはね、買ってゲットして見てほしいので、ちょっとちらっとなんですけど、このページ結構お気に入りです。言ったら全部になっちゃうんですけど、結構やっぱりこれかな、このページが一番私的には好き。好きです、ここがお気に入り。でした。見せていい、見せていいっぽい。見せていいっぽかったです。結構メイク、このメイクはやっぱグラビア撮影だったんで、メイク薄めなんですけど、薄めだったんですけど、結構メイクもいい感じに、好きなメイクで、好きなメイクでした。やっぱこのね、ポスター、秋葉原の書店に飾られてるポスターがこの写真なんですけど、このすごいアップのポスターが飾っていただいてます。今日のメイクはもう本当にレッスン終わって急いでパパッとしたメイクなので、こだわりも何もないです。はい、この前髪も結構なんか薄い感じ、本当にメイクも髪型もなんかナチュラルって感じの感じです。まだ買ってない、ゲットしてない方はぜひゲットしたらたくさん感想を教えてください。自然が一番、ネットニュースでも結構出てた。え、本当？嬉しい。そうなんだ、
大成さん、タワーソリソリのタワーありがとうございます。大成さんありがとう。あ、ウィバースでたくさん感想待ってます。めっちゃ出てた。え、嬉しい。見れてないかもまだ。レッスン場です、ここは。あ、ガタってしちゃった。あれ、コメント、あ、来た、ありがとう。あ、しゅ、あのウィバースでも明日の、明日握手会があるので、明日明後日もあの感想めっちゃ感想求める人みたいになってるけど、よかったらどうだったか教えてください。今でも全然送ってください、質問もしてくださいね。楽しみ、明日の握手会、久しぶり、久しぶりにみんなと会える気がする。でも公演は昨日あったから会った人もいるけど、すごいなんかいろんな人とみんなと会うの久しぶりすぎて。そうですね、これ三省堂書店、あとで原宿、原宿じゃない、ごめんなさい、秋葉原でした。秋葉原1店と書店ブックタワーさんで購入すると、この雑誌を購入すると、私の生写真がそれぞれ2種類のうち1枚つくらしいです。原宿、なんか秋葉原の原で原宿って言っちゃった。三省堂、三省堂か、三省堂でした、失礼しました。三省堂、三省堂書店、アトレ秋葉原1店と書店ブックタワーさんですの2店舗で、2種類のうち1枚、2種類のうち1枚、1枚が、あ、どっちかの店舗で2個あって、そのうちの1枚ってことかな。1枚つくらしいです。数に限りがあるらしいので、お早めにゲットしてください。あ、三省堂さんは2個って決まってる、2個までらしいです、2冊まで。トースポスに売り込む、ぜひお願いします。トースポさんにぜひお願いします。ソロ写真集出したら鬼感想を求めそう。あ、それはちょっと求めちゃうかもしれない、さすがに。あの写真集出し、もしね、いつか出すってなったら感想めっちゃ聞いちゃうかもしれない。結構感想とか、あのコンサートもそうなんですけど、結構なんか感想とか聞きたくなっちゃうんですやっぱり。なのでなんかいろいろなんかあった時は感想をお願いします。2冊予約したら2種類にしてくれる。あ、そうなんだ、違う写真にしてくれるんだ、優しい。あ、そう、今日もニットで、これめっちゃ可愛いの、これハート、ハートのな、ハートになってるリボンが。え、写真集撮れるってなったら、でも海外行ってみたいなって思ってます。リボン、上と下にリボンついてる、ちょっとほどけちゃってるんだけど、これペリペラです、これ。あ、落ちちゃった、落ちてしまった。これインスタにもこの前載せたペリペラのやつです。
これは海外そう、海外は普通に海外に行ってみたい、行ったことないので海外行きたいなっていう願望です。まあでもその前にまずね、写真集を出せるくらいにちょっと頑張ります。え、拾わない、拾えない、届かないとこまで落ちちゃったから、後で拾います。ソロです、このフラッシュスペシャルさんはソロで載せていただいてます、ありがたいことに。熱海から、え、あ、熱海は行ったことある。写真集ってやっぱすごい、私も先輩方の写真集とか見るのすごい好きなので、いつか、はい、ツインテールの写真、あ、でもまたオフショットとかもたくさん載せるので、ぜひオフショットも見てください。ユバースとかであげよっかな、ユバースとかであげよっかな。スクショタイム、スクショタイム。じゃあどうしよう、これどうだ、どうだ、あ、撮れたかな。オフショットはリバースかどこかで載せます。はい、ということでお時間もそろそろお時間になってきたので、エンディングに、オンエンディングになりますエンディングになりますっておかしいか。あ、そうだ、そうなの、あのね、私が載せていただいてる次のページになんと大西さんも載ってます。すごい綺麗、なんか大西さんの写真集も置いてあったので、すごいチラッと見させていただいたんですけど、もうめっちゃ綺麗だった、欲しくなった、もともと欲しかったんだけど、すごい綺麗、本当に、しかも私の前後に乗ってるっていう、嬉しい。だから私のグラビアも大西さんのもぜひ見てください、嬉しい。一緒に大西さんもなんか私がフラッシュスペシャルさんに載ってますっていうのが出た時に見てくださったらしくて、その写真見たよって言ってくださって嬉しかった。はい、これは本日発売です。ぜひ生写真もゲットしてください。最後に三省堂書店さんですよね、三省堂書店、 アトレ秋葉原1店と書店ブックタワーさんで購入すると生写真がランダムでついてくるので、数量限定なのでお早めにゲットしてください。はい、すごい、もう発売した当日にこうやってみんなと感想を聞けて、私もお話できて、撮影の時とか、うん、当日にみんなとこうやってお話できて嬉しいです。また明日の握手会でもお待ちしてます。じゃあ最後までご覧いただきありがとうございました。じゃあランキング読みますね。ライブランキングですよね、この前間違えちゃったから。
ライブランキングを読みます。じゃあ13位、カーマールさんありがとうございます。12位、ポチャさんありがとうございます。11位、シュウエモンさんありがとうございます。10位、鳥海浩二アットなーちゃん亀尾しりりさんありがとうございます。9位、ごはんつぶさんありがとうございます。8位、いさおさんありがとうございます。7位、ドクタータケさんありがとうございます。あ、青木さんありがとうございます、見てくださって。5位、リンデンさんありがとうございます。4位、ハナピーさんありがとうございます。3位、トシさんありがとうございます。2位、カズミさんありがとうございます。そして1位、大勢さんありがとうございます。あ、じゃあそしたら14位になるのかな。14位から14位、オレンジさんありがとうございます。みんな久しぶりのショールームだったんですけど、本当にたくさん6000人見てくださってありがとうございます。ね、しかも夜遅いのにこんな時間に見てくださってありがとうございます。また近々ショールームも配信するので、またたくさんお話ししましょう。じゃあまた明日明後日握手会で待ってます。またみんなと会えるの楽しみにしてますね。ということで、フラッシュスペシャルさんぜひゲットしてください。たくさん読んでください、インタビューも。じゃあおやすみなさい、ありがとうございました。青木さんありがとうございます。またみんな、またね、また明日、おやすみ。